どうもこんにちは、ゆもです。突然ですが、最近物価高が激しいですよね。この前久しぶりにマクドナルドのハンバーガーが食べたいなと思ったんですけど、価格を見てびっくりしました。自分が思っていた以前の価格の 1.5 倍ほどになっていました。いや本当に物価高って恐ろしいなと思いました。この価格だったら、家で作ればいいかなと思いまして、せっかく家にホームベーカリーもあるということで、今日は、ホームベーカリーを使ってハンバーガーを作っていこうと思います。私が使っているホームベーカリーはパナソニックの SD-MT4 というモデルです。まずはバンズから作っていきます。ホームベーカリーを使うので材料を入れるだけで簡単にできます。投入する材料は強力粉 200g、 砂糖 10g、 塩 3g、 スキムミルク 6g、 バター 10g、水 100ml、 溶き卵 20g、 最後にドライイースト 2.8g を加えます。おそらく溶き卵は余ると思います。余った分は後で生地の表面に塗るので取っておきます。バターは入れる前に室温に戻してから投入した方がいいです。材料を入れたらあとは1時間待つだけですね。ちなみに今回は25番のパン生地メニューという項目を選択して生地を作っていきます。中でこねている様子はこんな感じになってます。生地ができるのを待っている間にセルクルを作ります。セルクルがあることでバンズを焼いた時に生地の膨らみを抑えることができます。今回2個だけ100均で 10.5 センチのセルクルを購入してみました。今回作る生地は4つ分なので、もう2個セルクルを作りたいと思います。今回はアルミホイルで作っていきます。クッキングシートでも作れるんですけど、アルミホイルの方が価格が割安なので、家にアルミホイルがある方はこちらの方がおすすめです。あと空の牛乳パックがある方はそちらでも作ることができます。今回はあいにくなかったのでアルミホイルで作っています。作り方は簡単で、アルミホイルで輪っかを作り固定するだけです。市販のセルクルがあれば巻きつけるだけで同じ大きさのものが作れるので楽ちんです。固定する際はホッチキスなので留めるだけで OK です。今回は防火性のテープを貼って固定しました。生地が出来上がりました。容器から生地を取り出してスケッパーを使い、目分量で生地を4等分にします。スケールを使い、1つあたりの生地が 90g 程度になるように調整します。測り終わったら生地を丸めていきます。生地の表面に張りが出るように伸ばしていきます。生地の下側はしっかりつまんで閉じておきます。この作業を4つとも繰り返します。生地を丸め終わったら濡れ布巾をかぶせて10分間生地を休ませます。ベンチタイムの間にオーブンを200度に予熱しておきます。余熱は意外と時間がかかるので、こういった合間にやっておきましょう。生地を作るときに残しておいた溶き卵を用意します。艶を出すためにハケを使って卵液を表面に塗っていきます。最後に白ごまを振りかけます。量はお好みでいいと思いますが、今回は控えめに振りかけました。
生地が過剰に膨らむのを防ぐためセルクルをセットしてオーブン皿に並べます。ではオーブントースターで焼いていきます。200度で15分間加熱します。オーブン皿は下の段に入れました。徐々に膨れ上がって焼き色もついて美味しそうな見た目になってきました。無事に焼き上がりました。肝心な出来具合を見ていきます。セルクルが大きすぎたようであまり意味をなしてないですね。あと生地はもう少し潰してから焼いた方が良かったかもしれません。まあ初回にしては上出来かなと思います。ここからは具材の準備をしていきます。今回使用する具材はグリーンリーフ、トマト、ピクルス、ひき肉です。まず野菜の準備からしていきます。グリーンリーフはモスバーガーのようなシャキシャキ具合がいいので冷水につけておきます。続いてパティを作ります。今回はスーパーで手に入りやすく安上がりな牛豚の合いびき肉ミンチで作っていきます。今回はシンプルな味付けにしたいので塩と胡椒のみで味をつけていきます。成形はこねずに形が崩れないように円形になるようにするだけで OK です。成形したらスキレットで焼いていきます。焼く際には中までちゃんと火を通しパティが膨らまないようにするためにヘラで押さえつけながら焼いていきます。肉から油が出た場合はキッチンペーパーを使って油を吸ってあげた方がいいです。2枚目のパティはチーズを乗せて焼くことにしました。チーズはパティが両面焼けてから乗せるのがいいです。このまま食べたいくらいのいいとろけ具合ですね。パティも焼いたのでバンズを切ります。焼きたてのパンは香りがいいですね。面倒なら市販のバンズを使ってもいいんですが手作りの方が美味しさが格段に上がりますね。こう見てみるとかなりバンズが分厚いのが分かります。次回はもう少し薄めに作れるようにしたいです。一緒に挟む具材も用意します。個人的に一番好きなピクルスも用意しました。具材が準備できたらバンズに材料を挟んでいきます。完成です。ハンバーガーと切っても切り離せないものがあると思います。そう、フライドポテトです。皆さんはポテト太めと細めどちらが好きですか？マクドナルドとモスバーガーで派閥が分かれるところもあるかもしれませんが、私は揚げたての状態なら細めのポテトの方が好きですね。揚げたてのポテトと気持ちばかりの野菜を添えてハンバーガープレートの完成です。ちなみにこの木のプレートはケヴン・ハウンのプレートです。ハンバーガーを乗せるとすごく雰囲気が出るのでかなりおすすめです。こちらがグリーンリーフ、トマト、パティ、ピクルスのハンバーガープレートです。こちらがグリーンリーフ、パティ、チーズのチーズハンバーガープレートです。この方が美味しさが伝わるかなと思って一人称視点にしてみました。ジャンキーさを求める場合は少し物足りませんが肉肉しさがあって素材の味が美味しいですね。お高いハンバーガーの味がします。あとバンズがふにゃっとしていないのが何よりも嬉しいです。初めてのハンバーガー作りにしては見た目も味も良かったんじゃないかと思います。次回作るときはバンズの形と焼き具合がもう少し綺麗にできるといいなと思います。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。